吉本殿、炎章殿、董卓殿、3人の将はがっちり同乗しろ。やはり正攻法では崩せそうにないな。皆手はず通りに頼む。吉本公と蹴鞠をせよか。各殿の真をつかみかん。しかし古の名将の策、信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。炎章に近づく。だが手出しはするのか。全然燃えない策なんだ。大体角殿の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏切られる番だ。戦の要は軍師の格さん、それに主膳さんと直政ですね。その通り。一人でも欠けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれ。後軍は順調。あと吉本公をどう蹴鞠に誘うか。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。しまうとはな。言いたい。ここで待機。吉本公蹴鞠ましょう。現れたの。しかも誘ってくれたの。嬉しすぎるの。吉本殿への工作ご苦労様。さあさあ、お次は炎章殿の方を頼む。どうやら作戦は順調なようだ。んじゃ、これはこの辺で失礼するよ。超本源水槽だ。え、カクさん、どこへ行っちゃったんですか。どうしよう。私一人になっちゃった。いでよ伏兵。城に近づく者は全て打ち果たせ。はめられたか。角殿はこんなこと一言も。伏兵とはやるの。炎章は冥族の中の冥族なのじゃ。だが冥族たる私が活躍すればするほど董卓が笑うことになる。この世今こそ攻め立ててやろう。熱い救援感謝するぞ。この枠の伏兵を知っていたのか。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいわ。あっ、私ごときがすみません。この炎本所で信長や董卓と交流だ。まるで本意ではないが、名族の誇りにかけここを死守。いいだだだ、こら肘を引っ張るでない。名族はヒゲも志も立派なのじゃ。わらわも名族に手を貸そうぞ。よし、炎章の船でも到着したぞ。ここで待っていればいいんだな。なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。炎章も吉本にいるのか。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは袋のネズミじゃ。超開門せい。急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。
よし、門は開いたね。計画通りだ。これは利関係だね。いいもの見せてもらったよ。今こそ撃ち入る。負けねえぞ。どうなっておる。城はすっかり包囲されているではないか。城攻めは得意なんだよ。さて、東徳殿、おとなしくしてもらおうか。城内は大混乱なのじゃ。どうする、明族。あいたたたた、ひげを引っ張るなというに。こうなったら打って出るまで。本源水槽だ。おっと、城ちゃんがまずいようだな。仕方ね、助けに行く。体勢は決しました。吉本公、どうか降伏を。なおまさ、超噴煙水素、超噴煙が打ち取った。出して参る。吉本公、貴様ら覚えておれ。いつか必ず打ち滅ぼしてくれるわ。逃げられたね。ここで捕らえておきたかったな。相変わらず凄まじい戦をする。この先も頼りにしているぞ。城の守備があっけなく崩壊した。角度の読みが的中したということか。顔が赤くなるから分かりやすい。そんな恥ずかしいでしょ。魂に誘っておいて叩くなんてひどいの。先ほどの姿、どうしか信じておった。無双とはあなたのことですね。信にしてこれを未関係の神髄堪能させてもらっちゃったよ。あの3人が親しいかは微妙だがいい。まあ喜んでもらって何よりだ。その活躍なく策はならなかった。今こそ攻め立ててやろう。修善殿、直政殿、いい働きだったり。
よくぞ務めを果たしてくれた。角殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でしたよ。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。蹴鞠にさ